おはようございます。何度かショートでもね、あげたりね、ちょっと常にね、ティザーカタログをもらってましたので、それの感想とかね、これを派生させたその、おっさんといいますかね、自分が乗れそうな、なんていうか、仕様をね、希望しているというようなスケッチをね、あげているんですけども、ちょっとですね、 全てちょっと乗ってきたやつを、えー。こういうようなねデザインと思わなかったですよね。このキャラクターが何ですかね。えー、これ見た時点でね、ちょっと何て言いますかね、えー、子育てママみたいなね、えー、ところがあるかなとは思いますよね。えー、燃費はコうンみたいですよね。えー、自分はですね、あの現状はこういうあの まあ、最後のね、えー、型になりましたけれども、えー、こういう状況で乗ってはきましたねでえー、っとそうですね燃費は良、えー、かったなこういう、えー、時がありましたねで最初の何、えー、て言うんですか車がこれで、まあ、550cc のねまだ昭和の頃の、えー、年式だったと思いますけれども え何、ー、て言うんですかね、8%の時はね、えー、3足4足を繰り返してね、えー、上がった記録がありましたね。えー、これのマイナーチェンジのやつだったと思います。でその後、ちょっと事故の後ですね、これを、えー、乗った時がありましたが、えー、親戚の方にね、えー、譲った車種です。 それでですね、徐々に 660cc になりましたよね。まあ、あの、かつてね、ちょっと、研究室間違えたのかみたいなね、えボス教授のね、あのディアマンティに乗った時はやばかったので、もう人にはね、どんな人にでもね、俺はそんなね、運転はしないぞと思いましたですね。まあ、生徒も乗ったことがありましたけどねえ。これの、なんていうんですかね、えー、5ドアだったと思います。 それでですね、アルトバンにつきましてはですね、あの、車検の数というか、まあ、3回くらい通した記憶があるので、まあ、なんて言いますかね、オーバードクターになってからというかね、えー、この車種で、えーまあ、ちょびちょび乗っていたということですね。まあ、慶応通信の時はね、さっきスクリーリングでいない時は兄貴に乗ってもらったりね、えー、そういうことがありましたね。えー、これの初代をね、 えまあ大学以前と、あとあ、非常勤講師の時にね、乗ってましたよね。で、これのあのマイナーチェンジをね、やったと思います。その後はですね、これになりまして、ああ地元のね、整備工場の人に、まあ、なんですか、オークションでね、探してもらったやつがこれでしたけども、これがまあ、大体40万だったかったなと思いますよね、中古車でね。 これも割と長く乗ったんですね。まあ、京都の往復も、えー、割とこれで行ってましたね。で、その後は、そうですね。一番だ一番距離に乗ったのは、ね、今のですで、ね。その後は、まあ、指甲のね、その、えー、例の採点のね、あれで、えー、何枚ね、採点したかっていうのありましたけども、それを食べてあったやつで、まあ、これを買ったということなんですよね。ええー、それからですね。 査定がまあね、言ったかもしれませんけども、えー、35万円でね、出たので、何、えー、て言うか、新古車というか、それを56万円でね、あの乗ったという経緯もありましたね。で、またアルトバンにね、戻るみたいな。なんでかっていうと、これですね。あの、試乗車がね、あったので、それちょっと乗ってみたらですね、その、 CVT とは違う感じでね、やっぱりあのマニュアルだったので、自分のね思いようにまあ加速できたりとか、そういったこともありましたんで、でそれを乗った後は、エブリィの番でね、かなり古い年式のやつで,で、それを査定に出してですね、差額44万円を払ったみたいな。その後は、やっぱりね、年間 <laughs>、その弁当でね、6万キロ乗ったので、その後のエブリーもね、 新車で乗れたんですけども、弁当の時のね、お金で。それはちょっとね、途切れたんで、やっぱりね、ちょっと体力的限界とかあって、それをクロナンバーでね、やってたんですけどまあ、これの、あれですよね、シルバーだったりして、それをクロナンバーにして。で、これを、あの、またロナンバーにして。 で、今がですね、何、えー、て言いますかね、えー、最終型のアルトガンになってますけども、えー、4万1000キロぐらいですよね。で、あの、去年の今頃、えー、その、大シーズンでね、えー、20万円ぐらい、その、エンジンル,ルーム、遊んで、まあ、コンプレッサーですとかねその、ラジエーターとか,か、いろいろ、へこんじゃってたのでその、修復してもらいましたね。 まあ、これは乗りつぶすかとは思うんですけども、その今のね、先ほどの新型アルトのね、派生の車両がね、車種が増えるかどうかとかね、じゃなければもうスーパーキャリーみたいなね、のありかとは思うんですけども、いや、なかなかですね、あの、なんて言いますかね、今年は4ヶ月も収入だったのもありますしね、で、日々こうやってね、番組は作ってあげてはおりますけどもね、まだあの、4000時間の方、全然ね、 え目処も立たないというか、まあ、5ヶ月ありますけどね、その間にどうするかっていうのはありますので、まあ、そういうのが目処が立ってくるとですね、えまた今後のことをね、考えれるかと思いますけどね、まあ、日々、あの、今後はショートもね、あの、あれですね、外国人観光客がね、なかなか来れてないので、そういう方々にもね、向けて、まあ、英語でちょっと発信するようなね、ショートも作ろうかなと。 ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。